ですから県ごとの占有率で言ったら大阪以外は店舗占有率はセブンイレブンが一番なんです。1階の商取引が小口なものは配送コストがかかる、管理がかかる。だから配送コスト、管理コストとかこういうのがね、隠れた経費なんです。だから同じエリアで密集してあると割高になる、割安になるでしょ。ですからその点がね、結局、有利さがですね、やっぱりその1になるとどこが有利なのかというのがやってみると分かるということですね、これは。はい、それから右の列の真ん中の筋が入っている4行目、5行目目の ABC マート、これすごいですね。これすごいですよね、皆さん。接客、靴の接客に時間をうんとかける。だからやっぱりね、配送来ない。店でやったときはよかったけど、戻ってみたらやっぱりちょっときつかったって言って、何遍か入ったらもう返せねえ、返せんしね。そういうことがないように接客する。それは当たり前なんです。ところがですね、休日土日祝日はですね、やっぱりそのお客さんも多いでしょ。だから経営総務、こういう人は全部店に手分けしていきまして、接客係ですから、関節部門の人もみんな店に行くんです。そして時間かけてゆっくりお出す。皆さん、私は未だにですね、飛行機の券を取るときは JAL でも全日空でも電話で取るんです。インターネットがありますというけどね、ちょっと大体ね、月曜日の9時から10時30分まで電話で予約を取ってみてください。音楽がこう流れましてですね、ただいま混み合っています。インターネットでお申し込みいただくか、後で電話してください。